こんなつまんない飲み会抜け出しちゃおっか。こんにちは、こちらは天国です。タバコがないので買いに行きがてら散歩でもしようかなと思ってメイク動画を撮りました。それでですね、あなた方はこんなつまんない飲み会抜け出しちゃおっかって言ったこと、もしくは言われたことってありますか？なんか結構ドキドキするセリフの代表例みたいになってるかもしれないんですけど、でも私は言いたい。飲み会は自分で楽しむものなんじゃないかなって。あの画面のあちら側の私はですね、日焼け止めが乾く間の時間を利用してタバコを吸っております。日焼け止めは肌に馴染むし、喫煙欲は満たせるっていう、この一石二鳥な考え方です。飲み会の話に戻りますけど、そのつまんない飲み会っていうのは、つまんない飲み会を構成する要素の一つとして自分が存在していることを理解してない気がします。この他者をプレイヤー扱いして自分がオーディエンスになっているみたいな印象があって、つまんない飲み会だったら自分が楽しくするか楽しく過ごせる人のところに行くかっていう方がいいと思うんですよね。だから私だったら多分こんなつまんない飲み会抜け出しちゃおっかじゃなくて、ありふれた飲み会でも君と一緒にいるとピカピカして見えるよって言われる方がなんかいい気がするんですけど、ロマンチックすぎますかね。まあただあの飲み会のあのごちゃごちゃした感じ、あそこから逃れて一人でタバコを吸う時間とか、私はお酒を飲まないんですけど、お酒を飲んで楽しそうに話してる人を見たりするのは好きなので、楽しみ方の違いなんですかね。喫煙は人生の苦闘点ですからね。それで何でしたっけ、メイクとは関係のない話をしすぎてるんですけど、画面のあちら側の私はアイシャドウを塗り終わって、口紅、もう私の心情としてはですね、口紅は赤けりゃ赤いほど可愛いんですよね。私が昔から憧れてやまないこう見た目の雰囲気があって、それが現実に存在する人だと山口小夜子さんとか、アニメの中に存在する人だと地獄少女のエンマ愛とか、あとホリックの優子さんとかなんですよ。なんかちょっと魔女みたいな、あの夢の旧作の小説に出てくるような女性を目指したいですね。さて前髪も巻き終わりましたので、ピースの調達に行ってまいります。起きるの遅すぎてどん曇りの空です。夕焼けが赤くてもっと綺麗だったような気がするんですけどね。なんか秋の空は移ろいやすいですから、どん曇りになってしまいました。それでね、あの前回の動画のコメント欄に面白いコメントがあったので読んでいきたいと思います。来世はピースライトのフィルターに生まれ変わって吉田天国さんに吸われたいっていうコメントがいやー気持ち悪いですよね。でも愛っていうのは醜いものなんじゃないかなって。ただいくら醜かろうとも歪んでいようとも、それが愛なんですね。崇高な愛も低俗な愛も存在しなくて、ただ愛という
不公平ゆえに平等な心の動きが存在するだけだと思います。それでは今日はこのあたりで、おやすみなさい。